おお、首かしたら社員みんなびっくりした。ね、13社ぐらいですか、結構かかってる首なんで、ちょっと13社かかってる首。いやいや、ちゃんとやってもらいますよ。おはようございます。はい、おはようございます、ケイタンさん。この始まり方、久々じゃないですか。カメラ振ることもなくこっち来たもんね。ね。もう、あの、2人で頑張ってます。分かった。こっちも安心しきって。なんだろう。もう分かったでしょ、これ。なんだろうって、大体パターンだよね。そうですね。今回は、ケイタンさんに10年前の僕やってもらいます。あ、何だと思った？え、なんかのドッキリなのかと思った。で、2回目だよ、そう、2回目です。超ドッキリっす。そう、まあもうね、あつきもドラゴンさんも村富さんも2回目やってるんですよね。はい、ということは、え、これフレーバージャパンじゃないの？違います。リアルアクマボーイズでございます。フレーバージャパンじゃねえんだ。はい、というわけで待望のケイターさん2回目の10年前の動きでございます。イエーイ。さあ、自信のほどは？いや、わかんないよ。何何何何そうですね、できない動きはそんなにないとは思うけど、別にパワーとかやってる人じゃないし。え、でさ、前やったやつってバトルでした。そう、だからバトルにもなんか取ってくるなんて。何？今回もバトルでございます。よし、じゃあ早速映像の方を見ていきましょう。はい、というわけでね、早速映像を見てもらうわけなんですが、これ見たことない。ちょっともう早速ストップボタンのところから懐かしいですよね。一番最初に出たやつ。そうですね、 RAB が初めて出たバトルです。オリースタイルセッション。そうです。嵐の日じゃなかった？そうですね。だからドラゴンさんが嵐で来れなくて。そう、あ、当時山梨だったから。そう、山梨から出たかったけど、電車がそもそも台風で走ってないから。やば、嫌いわ、やっぱ俺に台風やる。しょっぱなからだね。この時いたのはあつきと僕とチャカとケイタンさんっていうね。だからまだ村富さんもまだ入ってなかった頃ですね。俺でもあれだよね、初陣で優勝したもん。そう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 、賞金が10万円だった。そう、確かに。そう、初出場でドラゴンさん抜きで優勝したっていうところで。帰り俺満喫に泊まってたのまで覚えてる。あー、だって深夜イベントとかですね。確かね。じゃあ早速そのムーブを見ていただきましょう。やべえ、あんた何やったっけその時。というわけでね、俺はこの人や。さあ、この人、さあ、ここから、さあ、タバコムーブ。あれ？おいおいおい。ね、ドロップもいいですね。これです。で、首切って、で、こっからスイースイーの、はーい、はーい。というムーブでございます。いかがだったでしょうか。慣れんのか自分。結構ネタネタしてる感じ、ネタだね。なんか珍しいね。ケイターさんの中では結構ね、セットムーブが。あれ難しそうじゃん。あの、入ろうとしたやつでしょ。なんかピョって跳ねるやつね。エアチェアもエアチェアで終わらないけど、もうつなぎエアチェアみたいな感じだったね。割かしスキルがね、入ってますよね、コロナ禍だとね。自分できんの？首痛そうだね。いらん情報を別に。これアリアのベノアの。あ、そう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 。よく分かった。よく覚えてるね。よく入ってたな。そう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 。これアツキ。俺。アツキまでハーパン、ハーパン時代。アツキハーパン時代。あの、昔話はいいんで、そろそろ。昔はね。服装に関する昔話はいいんで。これ、洗いとんとこで。だから、だから、それぞれ何時間もかかっちゃうでしょ、昔話やったら。いやー、なるほど。どうですか？これですか？いけますか、ケイタさん。10年前。これ10年前？もうちょっと前じゃない？もう16年前とか言っちゃいますね、多分ね。やばっ！これ、こんなにのキレ欲しいな。あの、めっちゃ、ま、足巻いてる感じ。めっちゃ足でも欲しいな。ね、スピーディー。こんな足持ってこいか？そうすると、若干キレっぽく見える。遅いこれってやっぱ、そうだね、もうこれね、細いやつだとスピード感だと。そう、そう、昔ダボダボがね、流行っててね、 あれなんですよね、足さばきがよく見えるんですよね。そう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 、10年前はね、先輩方みんなテキサスやってる。そうですね、テキサスみたいな。
あ、でも前回は普通に厚木は練習着だった。覚えてない。昔話。ちょっとなんか首とかね、はい、そうですね、首気をつけてくださいね。首とかあれその首には13社ぐらいですか、結構かかってる首なんで、ちょっと1回でもあのネタワンマンでやってましたよね。もう一回見てみようよ。もう一回見てましたね。大丈夫、いけるのこれ。見てください。2回目ですけど、ね、あんまり成功してないと思う。へえ。もっと高い。音を聞けと。DJ。でも、ね、あんたも知らないもんね。ね。でもこれいいですよ。このね、楽器がね。ね。これ。これ。これですね。首切って。わあ。さあ、社長。もういける。いや、さすがに練習した方が。後半は多分順番的には後半はね。覚えてたりするもん、ね、でも、ね、今たまに使ってるネタの分解だから。やっちゃう。やってた。なんかエアチェアンが行ってた行ってたおー、そうおー、もういけそうだぞこれ。あれあれ首かしたら社員みんなびっくりした、ね、社長社長、首が回らないです。おお、でそこから跳ねるわけですね。ね、ガン、おお、あ、いけ、あれ、それ止まるやつでも面白いね、普通にネタとしてね。あれあんまなかなかいかないから。ちなみにカメラを動かす練習するのそれは。え、見ないでしょうね。まだ引退してないから。そう。周りのみんなパフォーマンス出てると思ってるから。ね。あ、でも本当に数ヶ月ぶりみたいな。そうですね。ドロップが普通にいつもね。あ、それいいよね。あ、いいね。入れて、入れて。これは誰だ、これは相手ですよ、相手ですよ、相手ですよ、確かに確かに、一応マロンさん作るぐらいですか。声立てる、あ、だあった、じゃあ俺だけやってるか。最初のドロップとかはもうはい分かった。ね。ドロップはいつもやってる。ね。あれ。ね。あれ、ジェスチャーもね、ジェスチャーも。どうやってないの？どうやってないの？このちょっとこうエッチい感じね。エッチい感じ。こうだね。トップロックの16ビートの乗りを多分練習し始めたぐらい。あれ16ビートのトップロックやってるんだろう、なんでこういうふうに。はいはい、そういう感じだった。もう確かに運動量が多いっすよ。16年前でしょ。そう、24。うーわー、もう俺10代やから。うわー、10、やばっ。練習で一回やってみます。ね、できそう。ね、ムーブだけ。はい、ムーブだけ。ちょっとピョン。ピョン。はい。して、ああ。ああ、よいよいよいよ。はい。で、あ、そう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 。
やつが2回やった。で、掴んでガーンやって、よいしょやって、やっあーおーいけるぞこれあの運動量は疲れるね、確かにね。いやいやいや、ちゃんとやってもらいますよ。ねえ、アイドルで使った時のあの声おいおいおい、お、もう本番いきますよ。よし、じゃあ早速本番行ってみましょう。なんだよその顔。ニヤニヤして。あの頃に戻ってんだ。これ完全に動画と同じ画角ですね。対戦相手いて、あの過去後ろでセコンドやってた2人がいて。応援してるから。ま、マロンさんに至ってはあの上もちゃんと緑で今再現できたんですよ。いつも通りやん。緑そうなんだよね。すごいですね。何も顔が違うんだから。長ズボンですね今。19歳、23歳、23歳男性。やばいね、すごいな。36歳、40、39歳。やば。なるほどね、感じますね。いやなんか俺なんだと今フェンス伸ばしてる。バトルじゃない、バトルじゃない。踊るのはこの人。よし、16年前。それでは行きたいと思います。行きましょうか。あ、音楽はね、彼が奏でる。奏でてください。ちょっと僕はカメラをしてるんで。はい、ケイタンの16年前の曲です。レディーゴー。トップロック。おぉ、いいドロップ。あ、出た。はぁ、あ、あぁ、イエーイ、イエーイ、おぉ、あったあったあった。飛びじゃない。あぁ、激激激、うわぁ、最後。あぁ、完璧完璧完璧。すごい。ケイタン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 。あのね、タンなの。面白いから。なしに全く同じような感じになるんじゃないかな。すごい、めちゃくちゃすごい。よかった。あの針でもちゃんと練習しとくんだ。あれ動画で使えますよ。今の使えるから。いや、すごい。首切りした。俺、後ろのこれ再現しようとして普通に湧いちゃったよ。頑張った。あれ再現できなかった。いや、めちゃくちゃいいんじゃないですか。10年前大成功です。16年前、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 
やるのかな。まだ1回もやってないからね。確かにいつか来れるんですよね。歴史16年とかね。もうなるのか。だから6年目とかあるじゃないかな。10年前10年と言わずも確かに6年目っつったらね、もう動画が上がり始めてくるんじゃないですか。はい、ちょっともしかしたらお願いしますよ。はい、というわけでリアルアキラポイント、これからもう時間と戦っていきます。はい、というわけでこの動画面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、リアルアキラポイントでした。バイバーイ。バイバーイ。今のこの動画さ、リュウリ0歳の時うわガチガチガチありがちオタクにありがち、星のためなら手段を選ばず命を削ってガチャ回す、はあつらい、あーしんどい、オタクをやるのも楽じゃない、セイガチガチガチありがちオタクにありがち。